こちらは本日記者会見のある芦澤龍生選手、ジャン斉藤さんのニコニコ動画ドロップキックチャンネルにてインタビュー答えてくれておりまして、なんとタイトルが工事はバカというものになっております。ジャン斉藤さんをも格闘系ニュースチャンネルの見出しにさせてしまうという芦澤龍生選手、私文字章で読んでるんですけど、全部ちゃんと芦澤龍生選手が喋ってる声で脳内変換されてくるんで、さすがですね。では早速、芦澤龍生選手、みんなは数字取れると思って普段乱闘とかやってるなんちゃって系だが、俺はマジでやってる。俺から工事には喧嘩は売ってない。俺のことを下に見てるから、あいつは天罰を食らっただけと、はい、自分からの暴力は天罰、神の裁きと、芦澤龍生選手理論ではそれは天罰間違いない。あの時工事の目を見て、お前本当にやんのかと確認したのに、来いよって言ったからね。舐めてんだったらやってやるよ。でもヤーマンの時は向こうが来たから蹴って止めただけ。工事の挑発はパフォーマンスに見えて腹が立つ。それに工事とかみんなは記者会見で喋ることを用意してきているけど、俺は何も考えてない。思ったことをただ喋ってるだけだから。だからずっとペラ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 喋ることができる。何にも用意してない。やりすぎたとか反省したこともない。工事だって自分から俺に対して来いって言っておいて、俺が実際に行ったら下がっちゃって、そう言うならあいつも殴ってこないとダメと。これは引かぬ媚びぬ帰り見ぬの北斗の拳サウザーの精神ですね。絶対に下がらない。そして俺は本物、ブレイキングダウン、あれなんかとは一緒にしてほしくない。俺は数字なんて気にしてやってるわけじゃない。どっちでもいい、バーンと行こうと思っただけ。外したっすけどね、右ストレート。ライジンからの注意も何にもない。俺を使うんだから好きにさせてくれよ。ぶち上げるし盛り上げられるし、ライジンから触れないでくれって言われていたルールのこともあの記者会見の時触れてやったし、あそこで俺が何にも言わなかったらボクシングルールになってたし、そんなの誰も見たくない。ライジンの事務所にも行ってキックボクシングルールじゃなきゃダメって言った。そしたら工事は渋ってた。足を怪我してるとかじゃなくて、工事がかかってこいって言ったならそれはもう喧嘩になる。だったら MMA でやろうぜって俺が言ったら、あいつはそれはやらないって。それで俺のことをいつもルールを合わせられないとか言ってる。しかも俺がディープ VS ブラックコンバットの対抗戦にくっついて韓国行ってた時、俺がいない時に自分のことを正当化しようとしてるから、それがムカつく。そして俺のことを変なやつに見せるのがあいつはうまいんですよと。はい。浩二選手が芦澤龍生選手のことを変に見せるのがうまい。いや、それは見せられてるというよりはもともと何でもないです。そしてここですね、芦澤龍生選手。最初俺が MMA ルールでやろうぜと言えば、浩二は一歩引いてキックルールというところが二人の落としどころになるはずだから、まんまとあいつのことが釣れた。浩二がバーンとね。あいつバカじゃないですか。結局バカなんですよ。結局バカと、まあ略して結局バカというところで会員ページへ続くです。ぜひそちらも読んで今日の記者会見に備えましょう。私はさすがに今回は暴力沙汰にはならないような予感がしますね。そっちにかけるかな。ライジンいいの取ったなと。キャッチコピーだけはでも K1 の時の進化する問題児がいいと思います。あれぴったりだよね。はい、そして芦澤龍生選手にバーンと勢いをつけてもらったところでこちら行きましょう。平本蓮選手の YouTube から、平本蓮の日常というタイトルで、夜の街を歩く平本蓮選手、隣には平本蓮の親友としましてアントーンでいいのかなという服屋の店長、名前はユートトトーンさんという名前のようです。30代ぐらいの洒落た方、自分以外の試合で楽しみなのありますかと YouTube のスタッフの人が聞いてみると、平本蓮選手は太田忍が倉本さんにボコボコにされてるところ、頼むから血祭りにあげてくれ、顔がボコボコになっていくのが楽しみというと、ユートとトーンさんはブッと吹き出す。そして平本蓮選手、
ずっと倉本さんはやりたがってたけど、太田忍が逃げ回ってたらしいよ。自分が元谷さんに負けて、その後倉本さんと元谷さんの試合を見て、タイミングを見て、そこから急に煽ってきたらしいよ。レスリング時代から対戦相手めちゃめちゃ選んだり、格好をつけだって嫌われていたみたいです。やっぱ嫌われるやつはどこ行っても嫌われるんだよね。まあ俺が言うことではないけど、と。はい。平本蓮選手のこういう話って本当なんですかね。そして続けて平本蓮選手、太田忍はオーラがなかった、さすがどんぐり、俺が触ってあげないとみんな忘れちゃうからね、と。そして浩二と流星くんの試合見に行こうかな。浩二、人体伸びてるからボクシングしかできないとか言って契約で揉めたらしいよ、と。浩二選手の足の怪我は人体が伸びていたようです。でも平本蓮選手、多分それ嘘、人体怪我したらボクシングもできないですからね、あいつは格闘技を冒涜している、と。そして平本蓮選手、実は骨自体がもともと太くて、拳とかも上の階級の人よりも大きいと言って実際に見せてくれまして、一般人のユートとトーンさんと比べたら確かに 1.8 倍くらいの大きさありましたね。マサトさんが重いものを持って殴ったら効くのと一緒で、拳がでかいほどパンチ力もあるって言ってましたね。そして平本蓮選手、よく一般の人とかでも外で立ち話してる時とかに野球の素振りをバット持たずにエアスイングしてる人とかいるじゃないですか。あんな感じで平本蓮選手もいつも突きをシュッシュとシャドウのように繰り出してるそうです。はい。そしてここは飲食店なんですが、腹切りというお酒があり、それを頼み平本蓮選手、僕はアンポルキアに MMA で負けたら切腹しますよって言うと、スタッフの人が平本蓮選手のスマホの待ち受け、三輪明宏さんだしね、と言って、平本蓮選手実際にそのスマホの待ち受けをちらっと見せてくれておりまして、これはもう当時16歳の頃からの絶世の美少年だった三輪明宏さんに三島由紀夫が惚れていたというつながりの話ですね。映画の中でキスしたりとかね、黒トカゲだったっけかな、確かタイトル。三島由紀夫は同性愛者ですからね。そして平本蓮選手、鈴木千尋選手戦の時にずっと三輪明宏さんだったそれまでの待ち受けを変えたら不調に陥ってしまったようで、しかしながら戻したらまた好調になったようで、それを受けて次の試合は三輪さんの髪色にしようかな、と。三輪明宏さんは髪の毛黄色なので、シンプソンズみたいに、と。平本蓮選手の口からザ・シンプソンズいただきました。はい。シンプソンズといえば私ですから、一番好きな漫画家は稲中卓球部とかの古谷実先生で、一番好きなアニメはザ・シンプソンズですから、作者のマット・グレーニングのフューチャーラマっていうね、シンプソンズ以外のアニメも見てますからね。ピザ屋の配達人が冷凍保存されてしまって、ピザお届けのその場所で、で1000年後に蘇って、まあまあその時よりはちょっといい暮らしをするかなってやつまでちゃんと見てますからね。フューチャーラマってもともとはアメリカの昔の1960年代だったと思いますが、万博の時に未来を模したジオラマの展示品があって、それがフューチャーラマっていうので、そこから撮ってて、あとヒロインが一つ目の宇宙人っていうね。ああ、フューチャーとジオラマでフューチャーラマね。そして平本蓮選手、やりたいことをやる人はやるし、やらない人は無駄な知識ばっかつけていつまで経ってもやり出さないとしまして、僕は榊原社長とライブ配信して、もうキックやりません、総合やりませんって言って、そういうノリが大事と。はい。これは多分ですね、平本蓮選手が榊原社長に呼び出されましたのゲスト出演した時に、その勢いでこのような発言したことによって、今総合格闘家としてやっているということのようです。本当だったら当初はキックをまずやって5年後ぐらいに MMA をやろうというプランだったようです。確かに年取ってくると足取りも重くなりますし、何か始めるときはそもそも清水の舞台からエイヤと飛び降りるような勢いが必要にもなると思いますので、このノリでなんとなく始めてみるっていうのは意外といいんじゃないかなというふうに思いましたね。そして K1 のときは保険をかける性格が自分で良くないと思っていたので、そこにコンプレックスを持っていたようで、今の0か100かの性格に直しましたと、強制的にそのように意識的に改革したようです。そしてアンポルキア選手のツイッターアカウント、
乗っ取られて消滅してからの復活劇までの流れありましたが、あれについて本当安保しょっぱくて自作自演でツイッターを消してレペゼン地球の DJ 社長のすねをかじってフォロワー増やそうとしたら意外と伸びなくて乗っ取られたとか言い始めてツイッターそれから復活ってクソダサいよね、頭おかしすぎでしょと。本当なんでしょうか。ただ一瞬その当時もしかしたらそういう可能性もあるのかなと私も思いましたが、というところで終了で、これが平本蓮選手の日常のようです。続きましてこちらは前田明チャンネルからで、平本蓮選手と金太郎選手についてです。早速前田明さん、平本蓮について、みんなが言うほど変わってないように見える。ドミネーターとやった時は体重問題で2点3点した。それはすごいドミネーターにとってはマイナス要因。ドミネーターはコンディション作りに失敗していたと思う。試合の集中力もいつもの彼のものではなかったように思う。平本くんは足のスタンスが広がって重心が落ちて、その部分では進歩はあったが、あれだけ足が広がっていると足払い気味の蹴りを多用されたら平本くんはやりにくくなっていたはず。そんなことはちょっと考えればわかるのに、それに対応できなかったドミネーターの冷静さのなさが気になったと。つまりやはり平本蓮選手の強さではなく相手に問題があっただけなんじゃないか的な。そして前田明さん、怪物くんと鈴木千尋にはうまく打撃を当てていけばもともと負ける相手ではないと思っていたとも。そして朝倉未来選手が起こすという平本蓮選手への裁判については、ミクルもそんなの無視すればいいのに、ミクルも金持っちゃったし、近くに堀弁みたいのもいるから訴訟とか行っちゃったのかなってと。そして金太郎選手については、今は一見スランプにも見えるが、今グラウンドの練習をたくさんやってて、それをどう自分の中に落とし込んでいけばいいのかという過渡期にもなっていて、自分の中でも混乱があると思う。過渡期とは移り変わりの途中でまだ不安定ということですね。そして昔の金太郎は昔と言われてしまえばね、そんな昔のことと、それまでなんだけど、もっと爆発力があったが、ここのところはここぞというところでワンテンポ置いてしまう時がある。今は新しい技術をどう取り入れていけばいいんだって思い悩んでるんじゃないかと思いたいですね、ということです。そしてこちらは朝倉未来選手とノッコン寺田さんのコラボとなります。まずは対談からで、ノッコン寺田さんはいい匂いするらしいです。そして朝倉未来選手、ブレイキングダウンでノッコン寺田さんと戦った天田博美選手のことは世代じゃないんで知らなかったと。ノッコン寺田さんはあの時勝利できたのは偶然ですと。朝倉未来選手、その体型はある意味才能、ポテンシャルがあると思うので、ヘビー級でライジンとか練習をすればいけると。ノッコン寺田さんはマジで俺体力がない、痩せようと思えばでもいけるんだけど筋肉がなくなるのが嫌でしないと。ノッコン寺田さんが太り続けている理由はそんなところにあったようです。さらにノッコン寺田さん、ボブサップとこの後試合したいとも思っているらしいです。健康診断で血液検査は問題なかった。で、50メートル走7秒で走れるらしくて、朝倉未来選手もさすがにそれには驚いておりました。そしてノッコン寺田さん、今38歳で子供が6人いる。一番上は小学6年生、その下が小4で、なんと双子。今の仕事一本では大学に行かせられないので、 YouTube でこんなキャラでやっていると。そして朝倉未来選手に次はひな壇でと直々に確約をもらっておりました。ひな壇はブレイキングダウンの話ですね。そしてノッコン寺田さん、身長は184センチ。子供も細くて、代々誰もでかくなくて、自分だけがでかいそうです。朝倉未来選手のこれまでの最大体重は81キロだと。それがこの間までで、今は試合のために落としていると。朝倉未来選手は、ノッコンさんに130キロに落としたら、やばい強さになると。そして過去、ノッコン寺田さんをあんま好きじゃないと言っていた朝倉未来選手、今回そのことについて聞き直してみると、今はどっちでもないそうです。
そして朝倉未来選手とスパといっても、朝倉未来選手試合前ですので軽く。そしてノッコン寺田さんの YouTube に移りまして、ノッコンさん、朝倉未来に勝ったら1000万円のオーディションに確かに行ったが、もともと勝てるとは思っていなかった、ただ盛り上げれる自信はあったのでと。そしてノッコンさん、今回ここに来る前に安保ルキア選手からもう先に、絶対ノッコンさんはミクルさんの空気感とは合わないですよと言われてきたそうです。はい、といったところで、あとはタクマくんと吉田くんをタックルして吹っ飛ばして終了です。そしてこちらは5日前にこんな動画が出てたんですね。アベマ格闘技からで、ライジンランドマーク5のセミメイン、メインの4名についてのインタビュー。ちょっともう時間的に古くなっちゃったんで、簡単にやっていきますと、まず朝倉未来選手。斉藤選手に牛久選手は2回勝ってるし、意識はしていた。ようやくか、といった感じ。自分にはいろんな人格がある。いろんなことをやっているし、今回は格闘家、朝倉未来をしっかり見てほしい。そして平本蓮選手については、会場とかでも何回も会ってるが、カメラが回ってる時だけ話しかけてくる。頑張ってるよね。俺のことを見てって感じじゃないですか。そして牛久選手の方は、これからのライジンでの目標はと聞かれて、試合に勝って言いますと。そして平本蓮選手と斉藤豊選手へのインタビューで、まず平本蓮選手、記者会見では変に煽っても朝倉未来って透かしちゃうから、なんとか小バカにしてやりたいと思って通訳を連れて行った、コントの発表会みたいにね。俺がいなかったらあんま面白い記者会見になっていなかったと思う。朝倉未来選手の反応については、結構ピキってた。あいつすぐ怒るんで、これからはすぐ切れるんで、切れ目って呼ぼうと思った。格闘技は趣味で、SNS は仕事場。仕事で人を集めて、趣味の格闘技を見てもらうと、このような循環方式を作っているようです。そして、斉藤豊選手は、日本の MMA を体現したような選手。王道の格闘家。根付いている総合格闘家の意地と、新しい俺、総合格闘家、どっちが強いのか、今回は KO をすると。斉藤豊選手の方は、フェイスオフで平本蓮選手と向き合えてよかった。勝つイメージができた。感じることが多く、参考になった。試合間隔は10ヶ月、1年空くことも過去にあったので、気にはしていない。逆に休めて、フレッシュな気持ちで、また練習に取り組めている。間違いなく今回がベストバウトになって、自分が勝って先に進んでいく、気合が入っているということです。はい、ちなみにですね、アベマの同じ日の3時間後にプレミアム公開される芦澤流星選手の喧嘩旅の動画にですね、3時間前にもかかわらずすでに6人待機してる人いました。あれ何なんですかね、まだ3日後とかなのに3人待機してますとかもありますよね。そしてこちらはですね、3月26日の大阪開催のグラジエーター21の追加カードですね。そこに平本蓮選手の弟、平本丈選手が追加されました。試合は格闘ドリーマーズで鈴木隆也選手と戦ったぶり以来の約2年ぶり。もともとは丈選手も5歳からキックボクシングを始めて14年の歴を持ち、そこから MMA に挑戦するという流れのようで、対するは前田義郎さんが主催するジムの雨山聖也選手だそうです。バンタム級での一戦、確か格闘ドリーマーズで平本丈選手腕かなんか怪我してしまったんでしたっけ、で2年空いてしまったのかな。そしてこちらは伊沢聖華選手、コロさんと入籍しました、今後ともよろしくお願いいたしますということです。おめでとうございます。続いては過去ライジンで北岡悟選手やダロン・クルックシャンク選手とも戦ったディエゴ・ブランダオン選手、ツイッターで、ライジンで試合がしたいです。皆さん、私にサポートをください。と日本語でアピール。今はフェザー級でやってるのかな、呪術の選手で。そして、こちらは、この間の年末、巌流島でも試合をした、元ベラトール、ミドル級チャンピオンの、ハファエル・ロバト・ジュニア選手も、おい、ライジン、連絡待ってるぞ。と参戦をアピール。ライジンがなんだか賑わってきている気がしますね。そしてこちらは金原正則選手、拡散お願いしますとしまして、インスタ新しくアカウントを作り直しました、フォローよろしくお願いしますとしましてですね、なんと
Facebook に続いてインスタも乗っ取られました。新しく登録しました。本物です笑いということですので、皆さん URL 貼らせていただきますので、ぜひ再登録の方よろしくお願いします。先ほど安保力也選手の時は自作自演かなって言ってしまったんですが、まあ金原選手が言うのなら、もしかしたら本当に乗っ取りが流行っているのかもしれませんね。はい、人によってちょっと変えているところもあるんですが、失礼いたしました。そしてこちらは3月10日夜1時30分からの佐藤大輔さんのインスタライブの模様となります。なんでいつも私がね、夜1時半とか3時からのインスタライブ見ていられるかと言いますと、インスタの通知がピコンってくるんで、私神経質なんでその音で起きてしまうんですよね。で録画してその後寝ているというところで、はい、まずライジンランドマークはチケット一般発売しないと思うと。でもその後チケット取りましたみたいなコメントもついてましたが、そして堀江義則選手の煽り V を取りに、堀江選手のご両親のところに行って会ってきた。最高だった。井上尚弥の試合って全部デキレースなんじゃないの？ボクシング詳しくないんでわからんと。それぐらい強いってことですかね。ジャズは踊れるジャズが好き。大阪大会の煽り V1 ミリも作ってない。で以上なんですが、綺麗な若い女性を連れておりましたに匂う続いてこちらは3月5日、京口博人選手と奥さんアキマックスさんのインスタライブの模様となります。みのるくん減量失敗した、びっくり。新婚生活あんま独身の時とは変わんない。引っ越ししたかったがまだ決まっていない。キスは毎日してる。逆に新婚で一回もしてないとかやばいでしょと。ここで奥さんが80歳ぐらいになってもしたいと。お互い一目惚れではなかったが第一印象は良かった。ロープ飛び縄跳びは俺はあんまり上手くない。二人の共通の趣味はない。奥さんは桃鉄嫌い。その理由は人の不幸を喜ばないといけないゲームだから。そんなこと考えたこともなかったんですが、めっちゃ優しい人なんでしょうね。奥さんサーフィンが趣味。エビ反りになって波に飲まれてそのまま死ぬかと思った経験あり。でも今でもサーフィンは好き。今は33歳。京口選手次の試合は春先。井岡一人選手とスパーしたことはない。そして帽子をかぶりながらで、帽子ない方がいいですよというコメントに対して、京口選手帽子を取って潰れてる髪の毛を出して、どこがいいねんと言うと、奥さんが手を叩きながら、何してもイケメンだから大丈夫だよと。小学生の頃64の大乱闘はやった。これはゲームのことかな。奥さんの得意料理はハンバーグ。お味噌とマヨネーズを入れると美味しくなります。カラオケはたまに行く。レッドブル砂糖多いので飲みすぎはダメと。レッドブルってあれリポビタン D のパクリなんですよね。日本の長者番付に大正製薬の社長の名前があるのを見て、うわ栄養ドリンクって実はこんなに儲かるんだっていうので、購買層のターゲットと国を変えて売り始めたのがレッドブルで、だから大正製薬もうちょっと頭使ってれば世界的シェアをもっとね拡大大きく確保できて日本にお金が入ってきたのにと思うと、レッドブルあんま好きじゃないんですよね。リポビタン D はちょっとサラリーマンとかおじさん向けっていう感じしますもんね。やっぱ私は先行者利益で最初に始めた人がたくさんの恩恵を被るべきだと思ってるんですけどね。そしてさすが京口博人選手、ボクシングは世界共通なんで海外の人からもコメントが結構来てて、プエルトリコの人とか、あとインドの人がいて、すると奥さん急にアキマックスだけにテンションマックスになりまして、これ見てこれ見てとトレーナーに何やらのたくったような文字が書いてあって、これヒンドゥー語で股間って書いてあるんですって言ってまして、はい、謎のアピールして京口博人選手はなんでやねんとずっこけておりました。堀井翼選手以外にもここにもまさかの股間王がいようとは、いや股間クイーンか。そして京口選手、パリはイタリアやな。あフランスなの？バカがバレるわ。ガーボンター・デイビスのすごいところは決定力が半端ないところ。今一番注目している選手は特にいない。料理はできない。奥さんボクシング全くわからない。初めの一歩で好きなのはボルグ・ザンゲフとセンド。鼻を折ったことはない。今57キロジャスト。自分のベストバウトはメキシコの試合。その時奥さんもついてきた。好きなヘビー級の選手はウシク。無敗対決今度フェザーから上げて
ライト級で戦うガルシア選手 VS メイウェザー選手のところのデイビス選手。デイビスが勝つと思う。生の椎茸食えるようになってきた。でも焼いた方がいい。エアジョーダンは一足だけ持っている。高校の時の練習は1日2時間だった。そして京口選手が初めて奥さんの家に挨拶に行った時は、父母と親戚のおじさんがいる中、ボクシングのグローブをつけて、初めまして、アキちゃんとお付き合いさせてもらってる京口ひろとですと言ってきてくれたと奥さん。お父さんが、え、お前チャンピオンと付き合ってんの、グローブ持ってきてくれるかなと言っていたので、それを京口選手に伝えたら、わざわざ東京までグローブを持ってきてくれて、家の前で装着してくれて、そうしてくれたと。フライ級の歴代最強は中谷純斗じゃない？井上尚弥選手に最後に会ったのは2週間前ぐらい。そして以前から仲のいい塗り棒をコメントしてて、いつまで塗り棒ブームが続くかわからんからな。フライ級には本当に行く。階級を上げる。竹原さん、あと畠山さん、優しいといったところでファンの方たちと、あとはコラボをして終了となりました。そしてこちらは試合がもう明日ジョムトーン選手と戦う迫ってきている和島ひろみ選手のインスタライブの模様となります。昨日ですね、3月9日11時から髪の毛のカラーニングを美容院でしてもらいながらのところ、まずリカバリ飯は大阪の新福島にあるいつもサポートしてもらっている鳥焼甘味さんに作ってもらっているおじや、それを持っていくと。これが毎回のルーティンだそうです。ちなみに生米に水多めで炊いたのがおかゆで、もう一回炊き上がってるお米に水を加えて煮込んだりするのがおじやとか雑炊ですね。今回減量落ちきらないかと思った。めちゃめちゃ頑張った。今回ボクシングジムたくさん行かせてもらった。元チャンピオンとかとたくさんやった。でも以前もボクシングの練習めちゃめちゃした時は結局蹴りが出なくなってしまって、逆に KO できなかった。今回は2ヶ月で10キロ弱痩せて、こっから水抜き 3,4 キロある。減量中、冷凍フルーツをよく食べている。中でもパイナップルが好き。皮とか筋のあるブドウとかみかんはあんまり好きじゃない。で、ここで前世紀のマサトさんより強いですねには、そうとは言えない。マサトさん絶対あの時めちゃめちゃ強かった。同志社大学に通っていたが、楽しかったが、奈良の田舎なのでいいところは特になかった。かっこ笑い。半年ぶりに今回髪を染める。何色かは当日までのお楽しみ。焼肉オフ会したい。で、以上となります。そしてこちらは山田康生選手のライズの、もう選手じゃないですね。山田康生さんのインスタライブの模様となります。まず、3月5日、娘の誕生日の時にユニバに行った。3歳になった。野入正明選手、アスケロフ選手に勝つと思う。ここで京谷祐希選手を見に来ておりました。対抗戦は、空手の自分の生徒の試合があるので見に行けない。スタバめっちゃ好き。奥さんがいつもバランスのいい食事を考えてくれる。フードマイスター勉強して取ってくれた。奥さんはライズの元ラウンドガールですね。仕事柄食事が遅くなるのは仕方がない。正道会館と極真会館交わらなくなったのには理由があると思うが、詳しくは知らない。自分は今から裏方に回るが大変だと思った。自分ではチャーハンと卵焼きが作れる。隣にいる奥さんが声だけで卵焼きは美味しくないと。基本休みはない。休日も生徒の引率でいろいろ行くので、ヤーマン選手 VS 三浦孝太選手はヤーマン選手が勝つと思う。現役復帰と納豆を食べるのだったら現役復帰の方がいい。親知らずの手術をした。そしてご飯食べながらだったので、くちゃくちゃして飯食うな、子供の見本になってないというコメントには、誰やお前黙っとけ、ほんだら見に来んなとYouTube する気は全くない。 WBC 見ますかには、 WBC ってなんすかと全然興味ないようです。正直もっと強くなれるとは思っていたが決めていたので引退したというところで終了です。そしてこちらはですね、皆さん男といえば誰かわかりますか？石渡慎太郎塾長や庄司選手ばかりだと思っていませんか？違うんですよ。まだこの選手もいるんです。それは、神取忍選手。男、神取忍チャンネルというものをやっておりまして、ご自身でも、男
と売りに出してやっております。まあ得意料理は網焼きだそうです。はい、乗っけるだけですね。朝倉未来選手の七輪要素も入っているんじゃないでしょうか。はい、なんて話をしていると、ここは神取忍選手のジムなんですが、キングレーナ選手がチュッパチャップスを舐めながらおもむろに入ってきまして、プロレースやりたい、プロレスいいっすかと。キングレーナ選手、プロレスに興味あるそうです。ただ神取忍選手は、勝手に上がんな、格闘技とプロレスは全然違うんだよ、サンドバッグで実力見せてみろと叩かせてみると、神取忍選手、なかなかいいなと。ただ口の聞き方が良くない、だったら練習生と同じ立場から始めてみろと、現在このような展開にもなってきております。はい、神取忍選手は本当ちゃんとした人ですね。そしてこちらは武田浩二選手、昨日22時からのインスタライブの模様となります。外で今カーライルを待っている間にと、体重は80キロ、疲れすぎて WBC 見ていない、カーライルとは日本語で話している、これから2人でマッサージに行く、昨日3ブレンして今日2ブレン、明日も2ブレンでカーライル選手来たので終了です。2人親友になったようです。そしてですね、皆さん白畑雄生選手、ライジンでは一緒に練習していた仲間でもある吉成名高選手とも戦いましたね。少し前に試合が終わりまして、で減量中にですね、やっぱ辛いんで試合終わったらこれを食べるというものをメモに取ってあるようで、それをツイッターで見せてくれております。興味ありますよね、減量中、減量終わったら何を食べたいのかというものですね。まずマック、これ横に丸がついてるんですが、もう食べたってことですね。回転寿司、丸ついてます。スターバ、焼肉、ミスタードーナツ、サイゼリヤ、日高屋、ここ日高屋はついてませんね、すき家、町田商店、町田商店は豚骨ラーメンかな、片揚げ、ポテト、薄塩、ポテトチップス、コンソメだそうです。これめっちゃわかるな。私もですね、病気してた時にマジでリアルに2ヶ月間何にも食べさせてもらえなくて、でずっと点滴だけで過ごしたんですよ。でその時にやっぱ一番食べたかったのが、私も同じマックでしたね。マックね、多分食べた後の満足感ないの分かってるんですが、多分中毒なんですよね、あれね。だから美味しいものと中毒になって食べたいもんっていうのは違うんだなっていうふうに思いましたね。あと看護婦さんがペヤング食べてて、その匂いでめちゃめちゃペヤング食べたいなって思ったのと、あと1000円でカード買ってテレビ見れるじゃないですか。そこでね、志村けんと上島のりゅうちゃんが旅行行ってイカ刺し食ってて、あれめちゃめちゃ食いたいなと思ったという思い出あります。はい、何なんだというね、雑談チャンネルですので。そしてこちらはおぎチャンネル公式ツイッターよりで、本日でおぎチャンネル始めて3周年を迎えられました。これも登録してくださってる方、登録はしてないけど見てくださってる方のおかげです。いつも本当にありがとうございます。これからもゆるく長く続けていきますので、今後ともよろしくお願いしますということです。もう3年も経ったんですね。時が経つのは早いものですね。はい、私もですねすいません、これ雑談チャンネルですけど、もうこの辺でやめときましょうか。はい、というところで本日は以上となります。あとですね、倍ぐらい30分ぐらいできるようなストックがあるんですが、雑談ちょっと入れすぎてしまいまして今日もねこんな感じになってしまいました。というか今日は普段より確かに雑談が多かったので、このまま終わっていこうかというふうに思っております。高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、皆様高評価ぜひぜひお忘れなくよろしくお願いいたします。また聞いてね。